こんにちは。ニュージーランド留学のキックオフです。今日は、さっちゃんが自分のことをさっちゃんと呼ぶのはなぜだろうをお送りします。当たり前だろう、さっちゃんが自分のことをよっちゃんと呼んだらおかしいだろうとおっしゃる方もいるかもしれませんが、今日は少し違う視点からのお話です。どうぞ最後までお付き合いください。日本語を第一言語とする子供は、 例えば自自分分のの名前が幸子なら自分のことをさっちゃんととを呼ぶ子供も多いと思い思ます日本語を話す我々からするとすごく当たり前のようなことですが英語を第一言語とする人たちから見るとそれは当たり前のことではありません。どういうことなんでしょうか日本では小さい子どもは 自分のことを自分の名前で呼ぶことが多いと思います。さっちゃんは自分のことをさっちゃんと呼びます。例えばさっちゃんが先生に向かって、さっちゃんはね、先生のことが大好きなの、などと言います。日本語を第一言語とする人たちがそれを聞いていても、違和感は感じません。でも英語を第一言語とする人が、さっちゃんはね、先生のことが大好きなの、 と、と、とっちゃんが先生に言っていいるのを聞くと面白いと感じます。英語を第一言語とする人はたとえ子供でも自分のことを自分の名前で呼んだりはしないからです幼稚園ぐらいの年齢の子供でも自分のことは「愛」と言います小さい子供が先生のことが好きであれば、まあ、例えば「I like you」というのが一般的です その時に、サチコ・ライク・ユーと言ってしまうと、自分ではないサチコという誰かがあなたのことが好きなんですという意味になってしまいますし、その場合、正確にはサチコ・ライク・ス・ユーと三単元の S がつきます。三単元の3は三人称の3です。自分ではないということです。英語では自分のことは 大人ででででもももも子供でもいつでも誰に対しても愛なんですそれに対して日本語は自分のことを表現するのに私僕俺自分わしおいらわてうち小生あたい拙者当方、我が輩あちきあっしわらわ私めなどたくさんの言葉があります。 そして日本語では自分のことを表現するこのたくさんの言葉を相手と自分との関係によって使い分けますここが日本語のすごく面白いところで自分のことを表す言葉にもかかわらずその言葉を相手との関係によって使い分ける例えば大人の人が会社の上司に向かって 俺はねとは一般的には使わないですし、母親が小さな子供に対して私はねというのも、まあ、意図的に使う場合を除いてはあまり聞いたことはありません。母親が子供に対して自分のことを表現するときには、お母さんはね、などとまさに自分と子供との関係を表す言葉を使います。誰かのお母さんである女性が近所の男性に向かってお母さんはね、 ととととと間違っってて自分のこここを表現してしままたたかいいうことは聞いたことがありませんつまり日本語では誰かに対して自分のことを表現するその前に自分とその人との関係を考えてそして理解した上でその関係を表す言葉を選んで自分のことを表現しますですので例えば子供を連れているお母さんが 近所の男性と出会ったときに、その男性に向かっては、私は、と言って、次の瞬間、子供に向かっては、お母さんはね、と自分のことを表現することができるんです。それは自分のことを表現する言葉を選ぶ前に、瞬時に自分と相手との関係を理解しているということだと思います。それに対して、英語では、子供から大人まで、 相手がどんな人であっても自分のことは愛と言います子供が先生に話をする時でも部下が上司に話をする時でも親が子供に話をする時でも一人が不特定多数の人に向かって話をする時でも相手との関係に関わらず愛愛は愛なんです。これはもしかするとこう考えることができるかもしれません。 英語では自分というものは誰か他人との関係で作られるのではなくてもともと最初から自分自身として独立してそこに存在しているという考え方があるのかもしれませんだから相手が誰であっても愛は愛なんですでも一方で日本語では 自分という存在は相手との関係でどこかが変わるという考え方がもともとあるのかもしれません。だから相手によって自分を表現する言葉も意図的に自分で変えてしまう。まあ、言い換えれば英語でのコミュニケーションでは自分が優先されるのに対して日本語でのコミュニケーションでは自分と相手との関係が優先されると言えるかもしれません。 ただそう考えると一つ疑問が残ります。英語をしゃべり始めた子どもが自分のことを愛というのはなぜなのかという疑問です。英語でも小さい子どもはまあ周りの人とか親から常に自分のことは自分の名前で呼ばれているはずです。ボブという名前の子どもは周りの人から ボブと呼ばれてミッシェルという名前の子供は周りの人からミッシェルと呼ばれています。それは英語をしゃべる子供でも日本語をしゃべる子供でも同じです。そうであるなら小さい子供は自分のことをボブとかミッシェルとか自分の名前で呼ぶようになる方が自然なような気がします。 いつも呼ばれている自分の名前イコール自分自身だと考えるのが自然だろうからです。にもかかわらず、英語では幼稚園ぐらいの年齢の子どもでも自分のことは愛と言います。これはもう明らかに自分のことは愛と呼ぶんですよと誰かに教えられているとしか考えられないです。 英語を第一言語とする人たちは自分のことは愛と言うんですよと子どもの頃に何度も何度も繰り返して大人から言われているんだと思いますあなたが自分のことを言うときには愛なのだと何度も言われるそして子供であっても何々さんという名前で自分のことを表現するのではなくて愛という独立した一人の存在なんだということを自覚して そして相手ににわらず自分ののことととは愛と表現すするようになっていくのだと思いくだ思ます逆に言うと周りの大人が子供に向かって「あなたが自分のことを表現するときには愛と言うんですよ」と繰り返し繰り返し教えることによって自分は他人の人との関係にはかかわらず独立した存在の愛なんだ。 ととといいうことも同時に伝えていくんだと思います日本語でサッちゃんが自分のことをサッちゃんと呼ぶのは、まあ、少し難しく考えますとそのサッちゃんと呼ばれている名前が独立した一人の存在としての自分自身なんだという自覚がそこにあるのかというとそれはないのではないかなと思います。 考えてみますとそもそも「サッちゃんという名前も自分が自分で名付けた名前ではなくて周りの人が誰かが自分につけた名前ですし周りの人が自分のことをそう呼んでいるというだけの言葉です。そこには英語で言う「愛」というような私は独立した一人の人間なんだという自覚そういうものがないように思います。 もしこの過程が正しいのであれば子どもの時から「さっちゃんはね」と自分を表現していたり相手と自分との関係を瞬時に理解して自分を表現する言葉を選んだりしている日本語第一言語とする人たちと子どもの時から自分のことを誰に対しても「愛」と表現して自分は「愛」という独立した一人の人間なんだと無意識にでも自覚しながら言葉を使っている 英語語を第一言語とするる人たちの間には、何か決定的なな違いがが生まれてくるような気がします。ですので例えば中学生や高校生や大学生ぐらいの時から英語圏で長期で留学をしている人たちはもちろん英語でのコミュニケーションは普通にできるようになるので英語でいつも自分のことを「愛」と表現するようになります。 そうすることで逆に誰と話をする時にでも日本語のようにその人との関係を瞬時に理解して自分を表現する言葉を選ぶんではなくて英語を話す人と同じように自分は自分という確固たる独立した人間なんだと強く自覚して誰に対しても愛という言葉を使うそういう態度も英語を話すことで身につけていくのではないかなとも 思います。さっちゃんが自分のことをサッちゃんと呼ぶのはなぜだろうについてでした。合わせて他の動画でも英語や英語の勉強方法についてもお話ししていますので、さらに興味のある方はご覧ください。もしよろしければ、チャンネル登録もぜひお願いします。留学のお問い合わせはキックオフニュージーランドまでお願いします。facebook インスタ Twitter YouTube ブログ、そしてノートも書いています。